サムネ最初どうも皆様、こんにちは。こんにちは。久しぶりやな。久しぶりやな。今日はちょっとあのね、見てほしいものがあるんです。Netflix さんで配信されてる未来日記っていう。聞いたことある。なんでかって言って教えてやろうか。シーズン1の時にパパと思ってずっと車で流したら、知ってずっと見たよ、あれ。あれがあのシーズン2が出たんですよ。みんなで一緒に見ようっていう企画です。全部見るよ。終わる頃には真っ暗、外。早速見ましょう。いい？いいよ。これマリンの。いいよ。あ、マリンピンク。これなんか入ってんの味。入ってるみたいやろ。入ってるんだよ。マリが。え？いくよ。どこで見たらいいの？これ？これ。なんか見たことあるの？ないよ。運命の相手と出会った。走ってるの？あら、泣きそう。なんで？もう見たことあんねん、見るこれ。思い出してきた。嘘やろ。いやいや、オーバーリアクションやめて。オーバーリアクションじゃない。これ嬉しい。ありがとう。大きい方がいい。ガチで久しぶりじゃない。もう本当に久しぶりだね、見る。特にさ、なんかびっくりしたの。マリンも挨拶できんからさ。マリンの方がすごい。マリンは絶対知ってる。LINE してきてくれて、マリンが。サラがマリンのインスタに載せて。ミも知ったよ、サラと。サラと知ったよ。久々に会いましたよ。片方だけに渡した日記の内容は、もう片方は知らない。このさっきのアキくんは知らへんね、この日記。うんうんうん。日記より優しいです。あのこと書いてることを通りにやって恋がするのかしないのか。全シーズン1の時は男女2人、1人1人で。さっきのことえさっきあった言葉えだから美はあんなに興奮してる。だからシーズン1では男女1人1人やって、それが今回シーズン2では男女愛。なんでそんなことするん？それはスタッフさんに聞いて。マリン、そもそも男の人が2人いたことに気づかないか。あなた大丈夫？あなたも鈴木さんやつ。パパがおすすめしてきたやつ。マリンに。何を？未来日記。あったよ。パパがいきなり待ち伏せくるんでってさ、LINE で。あああれや、サラも来た。ああ、なんかさ、おすすめしてきたんよ。うん、これ見た方がいいよって。で、めっちゃバチバチ恋愛のやつやんか。で、パパどうしたんやろと思ってさらに言ってて。さあ、1話からすごない、うん、すごい。分かってね。分かった。どういうことか、うん、早く2話が見たいけど。見ていいですか？いいよ。パパー。今？パパさんとはみたいな。デート何回目で手つなぐとか見ない？あれやろ。どういうのあれ？それとも付き合う前に付き合わなかったら再会？3回ご飯行って付き合ってない時にね、そう、告白しなかったら友達になっちゃって、絶対少し離れてるから話合わへんって。またここが多分あ見えたさらしか合わない。同世代とかやったらさ、それだーみたいな。そうだ、多分大人やな、一人多分一人大人やな。中くらい中くらいだって中くらいは気になるね。大人は一人だから大人行っちゃう。こういうことやろ。そうやって、ちょっとやろうややろうや。いやいや、ミーは汗かいてるから前そっちに行くから。ミー、アキくんじゃない、こうよ。さら、アキくん。え、どんなやつ？ミー、こうよ。こうよ、アキくんに。こうよ、こうやってしたの。どうする？こうよくん、しっかり見えてたらこうやって。いきなり、アキくん、こうやって話しちゃう。でもさ、今日さ、やっぱさ、子供が。かわいすぎ。ああ、その通り。手をつながれた彼だけの日記。かわいそう。こんなにやんのにね、あんまり差が開かへんね。こうやくん見てた。さっきボーンは鳴ってるやん。鳴ってんのにな。7回ぐらいやってるよな。あんま最悪。こうやくん見てたやないよ。ぐらい長いからね。でもそこでもうどっちかいなくなる。でも二人の考えてもの始まってもみんなはもうバイバイ。気をつけたら
離れ離れになるっていう決まりがあるよ。1ヶ月間だけみんなでしょ。こんな恋愛はしんどいね、したくないな。大変しいやろう、これは。ここはまた見ていきましょう。本田姉妹屋での会で一番暗いテンションでずっと住んでる。2人はさ、あきくんと紅葉さん、あきさん、紅葉さん、難しい質問だけど、どっち派って言われたらどっちですか？あきさん。おお、そうですね。何ですか？それかわいそうやからやろ。違うね、どっち派って言うと、かわいそうって言うと人はみんなかわいそうの方行っちゃうから。でも第一印象から、でも第一印象からあきさんやったね、2人とも。なんか、悪気はないやと思ってないんですよ。ほらさ、分かってないやん。自分なら言っちゃうもん、好き。だからそれだけ頑張れるのすごいし、自分が選ばれたばっかりに嘘つかなあかんし、だっていつか知るやん、あきさんがずっと隠してたの。それ知った時に紅葉さんがどういう優しいの反応するかもしれない。紅葉さん優しくないし、だから2人ともね、敵キャラクターやったらさ、2人ともがめちゃめちゃ仲いいやん、あきさんと紅葉さんが。それが素敵で、今配信されてるのはこの今まで終わりなので、また集まりましょう。なんか悲しい感じで配信されるまでいただくの悲しいな。めっちゃいいですね。ここはまた、これってさ、アニメとかの時に1話ずつ公開されてる。今ね、まず4話が配信されると気になるな。だから5話はまだこんなまで配信されたら一緒に見ましょう。見ます。みんなも幸せを願います。誰かがめっちゃ嫌いになったらいいな。誰かみんな仲いいね、もう納得するよね。とにかく号泣する場面はめっちゃある。じゃあまた配信で。病の病だと思うよ。マジすごいかった。今だって全然いいよ。ブレスレットがあるからな。じゃあ配信されたらまた見ましょう。